はい、こんにちは、テニスピークの林です。本日はですね、ゲスト来ていただきました、秋田志保プロです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。秋田プロは日本ランキング最高8位ですね。で、世界ランクが、221位、まあ、日本のトップ、レベルだと思うんですけど、まあ、今日はいろいろ考えてることとか教えてもらえたらなというふうに思います。自己紹介お願いします。プロテニスプレーヤーの秋田志保です。橋本創業ホールディングス所属で応援していただいています。よろしくお願いします。お願いします。はい、本日秋田プロにフォアハンドのチャンスボール打ち、教えていただきたいと思います。結構打ちますよね不必要なぐらい打ってるかもしれないこうヒッティングとかさせてもらったんですけど、まあ、僕がサンドバッグみたいになってると思うんですけどすごいやっぱりこう素晴らしい部分だと思うんですよね。こうチャンスボール、まあ、しっかり打ち切る、まあ、チャンスボールじゃないものも結構バチバチ打ってると思うんですけどなんかその辺でチャンスボール打ちの時にこう意識してることもしあったら来たボールに対してのことを言うなら、深いボールでもチャンスでいけると思うときってあると思うんですけど、一回後ろ下がって前に入るっていうステップを入れるのを意識することを私はしていて、ちょっとつ猛進でバーンっていってライジングでパパーンっていくのもいいと思うんですけど、安定にかけるので深いボールが来たときはしっかり一回後ろ入ってから前っていうこの動作を入れると、体重でパワーもつきやすいですし、体も前に行く分思い切って振りに行けるのでいいかなって思うのと、試合中やはり相手が動いてるのが見えて迷ってしまうこともあるとは思うんですけど、もう打つ場所をもう決めてしまって迷わずにもそこにもう打ち切るっていう覚悟を持ってもう 120% もうそこで打ち切る、帰ってきた時のことのかも考えてしっかり次も構える準備をするっていう、そこで終わった気にならないっていう、そのちょっとメンタルに近いんですけど、そこを私は気をつけてます。なるほどですね。よく体重乗せながら打つみたいな、
ていう表現すること多いと思うんですけど、はい、イメージ的にはそんな感じもありますか？そうですね、打つ方向に対してストレートに打ちたいのに、打った後に体重がクロスの方向に流れていたら、うん、その分体重が逃げてしまうので、うん、打ちたい方向に対してしっかり体重を乗せていくっていうのがすごい大切かなと思います。なるほどですね。今回もですね、秋田プロにこうデモをしていただいて、まあ、すごいイメージトレーニングしやすいと思いますし、まあ、音とかもね、あのかなりすごい音してるんで、はい、まあ、ここはなかなかこれをこう真似しましょうというのは、音真似しましょう難しいと思うんですけど、まあ少しでも近づけるように皆さん頑張っていただけると嬉しいなというふうに思います。じゃあ本日はここまでで、お願いします。ありがとうございました。